はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はステラリスガンダムモッド続きをプレイしていきましょうというところになります。まあ、やれるところをどんどんやっていこうっていうところしかないので、どうしても今地球連邦軍の勢力を拡大するための影響力がなさすぎて前線を広げられないという状態になっているので、そうなると今ある領内の強化を行って国力を高めていこうということですね。なのでもうそこはね、覚悟を持ってやっていきましょうと。じゃあコロニー船をこの財布に派遣しますか。で入植させましょう。そうか、よくよく考えるとコロニー船にシロッコさんが乗ってますけど、影響力がなくて入植不可能だな。そこからですね、影響力をやっぱ高めるところからだな。1にも2にも。こんなに広い宇宙の中、全然勢力を拡大できてないからな。ちょっと優先的に貯めていきましょうか。政権調査完了したね。あ、イリアマン結構美味しいな。イリアマン、イリアマンは今マイナス傾向に向かってしまっている通貨、これが7手に入るんだな。ここでイストーラ星系では略奪行為を繰り返す海賊か。イストーラ星系で ここは危険な空域ということになりますね。そうなると、そうなると財布に前線基地を作っておきたいよな。少なくても艦隊
即時派遣できる艦隊を用意しておかないと危ない気がしますね。ここまで広がってくると。やっぱり行ってるそばからそうなるよね。第一艦隊を派遣しましょう。で、第一艦隊を派遣している間に、建設船で、どうする？イリアマン近辺に建設船派遣する？いや、この建設船またあそこまでは持っていくの大変だから、ここで宇宙基地を作る方に専念した方がいいかな。駆逐艦の研究完了。で、続いては、うわ、オートキャノンとか欲しいけどな。あとはイオンスラスター。ただ、ボールもいるんだよね、ボール回。いや、でもここは普通に考えて、どうだろう。オートキャノンでしょ。で、艦船設計のところでは、新しく、駆逐艦。なんかサラミスっぽいのがいるけど。サラミスだね、これ完全に。これサラミス1にしとくか。まあ本来サラミスも巡洋艦扱いだと思うんですけどね。で、早速サラミスを現像しましょう。わ、全然圧倒的にサラミス1級が鉱物資源を食いまくるな。艦隊も2個艦隊編成にしていかないとそろそろ危ないかもしれないですね。何？あそこにも敵艦隊か。敵艦隊が同時に入ってくると結構辛いもんがあるな。こっちの敵艦隊の勢力はというと、440？ 440 は強すぎるだろう。これ第一艦隊はこっちに移動させよう。で、
第2艦隊の方を、こっちかな。で、リーダーを新しく雇いましょう。ここは、偏見艦長に任せよう。艦長、頼むぞ。ちょっと艦隊の数が足りなかったですね。第2艦隊は出す必要はなさそうだな。ちょっと戻そう。サイフの方は宇宙基地の防衛だけでなんとかなりそうなんで、どっちかっていうとこのバランダーズ星系、ここの方が危ないな。いやー、破壊されたって言われてもだ。艦隊が到着するのが遅くなっちゃったからしょうがないですね。そしたら、ちょっと艦隊の増強を図っていきましょう。で、並行して、資源的にかなりきつくなってきてるんで、資源をね、早急に対応していきましょう。で、エネルギーが全く足りないので、エネルギーを立てていきましょう。
ではちょっと一旦地球圏に戻って、地表の開発を進めていきましょう。サイド2を見よう。サイド2。サイド2もここもどうする？太陽光発電作っちゃうか。ちょっと今全くと言っていいほどお金がマイナスになってきちゃってるんで、ブランブルターク少佐のところに立てていこう。財布のデブリ。そうか、財布で確かに戦ったもんね。じゃあ財布にデブリを研究する人員を派遣しよう。このブランブルターク少佐のところにも太陽光発電装置を作ろう。これが全部完成すれば一旦エネルギー不足は解消されると思います。なのでそこまでは一旦我慢かな。建設船がみんなお眠状態になっちゃったな。ちょっとこれはもったいないので研究ステーションを作ろう。コロニー船も結局
影響力がなさすぎて入植できないってなると、まあ、宝の持ち腐れ的な感じになっちゃってますね。今後はいかに効率よく影響力を貯めていくかっていうのが課題になるな。いつもはね、実は鉱物が足りなくなることが多いんですけど、あと食料、前半は食料で、それを出した後は鉱物が足りなくなるっていうことが多いんですが、ここまで典型的に影響力が足りなくなるっていうのは、何回かロケハンプレイをしている中では初めてですね。ようやくダイアデムに宇宙基地、まあ、前線を広げることができそうだな。で、そうしてる間に、じゃあ、ボールを増強して、第二艦隊を増強していこう。まあ、3個艦隊保持しとけば、まあ、とりあえず、3敵艦隊が同時に攻めてきても、太刀打ちは、できるかな。そしたら第2艦隊と第3艦隊を入れ替えて、次第3艦隊を増強していきましょう。いや、これ自動探索欲しいな。自動探索プロトコル研究しちゃおう。これやると、調査船1隻自動探索に割り当てられるんで、かなり楽になるんじゃないかな。
またエネルギーがマイナスになっていくか。エネルギーをちょっとやっぱり重点的に入れていかないとダメかな。領国を広げられない分、施設を建てたりした分、維持費のためのお金が少しかかっているのかなという印象があるので、まあそれを改善していくための対応が必要かな。建設完了したで。建設完了したで。ベイユ、このイリアマン、イジャクス、ベイユっていうこの系統というかこの航路はそれなりにお金入りますね。ここちょっと次の重点的なポイントにする？それありですよね。オートキャノンが搭載できるようになったわけだな。そしたらガンキャノンだね。ガンキャノン、ようやく若干キャノンがこれで設計できるようになりますね。ちょっと待って、まあいいか、どうせ余ってた人材というかものなのでよしとしましょう。
シャルプロジェクトが完了したで。さて、そろそろガンキャノンが設計できるようになるかな。あと1ヶ月。おお、ビームライフル装備か。これは悪くないね。お、死んだか。じゃあガンキャノンはガンキャノンでそのまま名は付けていきましょう。これガンキャノンが生産のラインに乗ると結構いい感じになるんじゃないの。誰が死んだかっていうのがちょっといまいちよく分かんなかったな。建設船、建設船はいらないから宇宙船だな。調査船、この辺りも大丈夫か。誰が死んだんだろう。ちょっとあまりちゃんと見ずに進めちゃいましたけどね。とりあえずガンキャノン、あとはこれだな、アサルトキャリア。これは戦隊値が2400、攻撃力が258、それなりに強いな。もう格が1個違うもんね、アサルトキャリアは。これ1隻持ってるだけでだいぶ抑止力になるぞ。キャリアだっていうぐらいだから母艦のはずなんですよね。あー、そういうこと。よく見るとこれレベル将軍が死んだんだな。レベル将軍が死んだか。レベル将軍の後釜を据えなくていいのかなっていうのが一番気がかりなところですけど、先に建設船開いちゃってるんで建設船を使っていきましょう。建設完了したで。
で、そろそろ、自動の探索が4ヶ月まだかかるか。もうちょっと時間かかりますね。あ、クワトロバジーナ隊がいる。クワトロバジーナ隊を宿。ちょっと適性とかあまり考えずに入れちゃいましたけど。あとは通貨だな。通貨をちょっとまとまった額欲しいな。ガンキャノンを配備しただけで圧倒的な強さになったな、ここは。研究完了したで。これで自動調査プログラムが動かせるので、次調査船は待ってるときは、自動操作、自動調査、自動探索を行わせましょう。あとは、アサルトキャリア。まあ、母艦だと思うんですが、この母艦をちょっと作っていきたいので、しばらくは戦力の増強はやめて、鉱物資源を蓄える方向にしましょう。1700とか確かね、資源量必要って出てたと思うんで、この量を確保するのはそれなりに苦労しそうなので、一旦ちょっと様子を見ていきましょう。さてと、ちょっと時間も気にしなきゃいけない時間になってきましたかね。ガンキャノンまでというところかな。
調査船もね、自動調査プログラムが開発された今となってはもう一隻ぐらい増やしてもいいかなっていう気もするんですけどね。さっきからお話しているように一旦アサルトキャリア空母を建設したいので時間を持ちたいんですよね。イストーラには敵の艦隊がいるか。ちなみに6月はですね、ちょっと別の動画でもお話したような気もするんですけど、タイの方に2回渡航をする予定です。まあマイルがちょっとどうにもこうにも消費できないというのが、だったらスカイコインに変えないよとかね、いろいろあるとは思うんですが、まあ、スカイコインに変えてもちょっとねレートも悪いしというのもあって、まあ、弾丸なんですがタイの方に2回遊びに行く予定なので、動画の更新がねちょっと滞ってしまう可能性があるかなというところだけちょっと心配なんですけども、まあ、できるだけ、まあ更新が毎日ちゃんとできるように頑張っていこうかなというふうには思ってます。あとはちょっとあれだな、食料が不足してきているのでサイド3見ておく。サイド3を見たけど特に空いてるところはないよね。ブラックホールの話が出てきていて、サイド4、サイド5見たしね。もういや、いよいよちょっとあれだな、食料難になってきたな。サイド2特にないもんね。調査船が一隻あっという間にブラックホールにやられちゃったけど、せっかくここにいるんで宇宙港で調査船を建設しましょう。問題は地球も空いてるとこないしね。Some buildings may cause adjacency effects to other buildings in neighboring tiles. Let us take this into consideration when constructing new facilities. まあサイド2かな。サイド2に農業地区建設する。ちょっともったいない気もするけど、建設完了したで。あとはいよいよ入植を考えた方がいいな。コロニー船をちょっとアルファセンチュラルに移動しておきましょう。いつでも入植できるように。で今回もおそらくマッケンチーが当選するんだろうけど、58歳には見えないな。ちょっとここで影響力使いたくないので傍観しましょう。
了したで。いや本当に困ってるのは、食料だな。核融合ミサイルも悪くないけど、星系軍港の建設、宇宙基地のアップグレードか、これもやりたいけど、どうだろう、プラスチル装甲かな。これ防御力アップするんで入れておきましょう。でちょっともう時間もいっぱいいっぱい来ちゃってるんですけども、やっぱり食料だけ目処ちゃんとつけておきたいので、手こ入れしよう。水耕栽培の2型とかをちょっと早めに入れておいた方がよく、おお、いやーバーニング隊が選ばれたか、ちょっと意外でしたね。となると第一遠征艦隊の、いや第二遠征艦隊、いや第三遠征艦隊、いずれにしても誰か人がいないはずだけど、第一艦隊にマッケンジーが戻ってきてるんで入れ替わりですね、きっと。巨大ガス惑星の船か。はい。ではちょっとね、ガンキャノンまでしかまだできていないというところと、出航許可する、ここ大丈夫かな、なんかまたちょっと心配だけど、死ぬ可能性があるからな、また。一旦ここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。